豊島村役場は日本の地方公共団体である鹿児島県鹿児島郡豊島村の執行機関としての事務を行う施設である。本庁舎は鹿児島市泉町に設置されており、日本の町村役場としては数少ない自治体の外に設置されている役場の一つである。大隅諸島と奄美群島の中間点に連なるトカラ列島を損域とする豊島村は 大隅諸島に属する薬島の北西部に点在する、上、三島とともに、薩摩国川辺郡に属し、川辺郡豊島と称されていた。川辺郡豊島は、廃藩地県で、鹿児島県の所属となったが、離島が点在し運輸、通信の円滑な実施が困難であることから、町村制を施行せざる当初指定の県に基づき、自治体は設置されず、 天見大島の金久市長が管轄することとなった。1897年には所属の軍が旧薩摩国川辺軍より旧大隅国大島軍へ変更となった後、1908年4月1日に当初町村制の施行でようやく上、三島とか七島を損域とする大島軍と島村が発足した。村役場は中野島に置かれたが、 1945年の太平洋戦争終結後に連合国軍総司令部は北緯30度線以南の接収を宣言し、1946年2月2日をもってトカラ列島は天マ群軍島と共にアメリカ合衆国の市政権下に置かれることとなった。この結果、豊島村は日本に帰属する上、三島とアメリカ世政権下の カナナ島で分断されることとなり、日本に残された上3島は、豊島村からの分村手続きに入るが1952年2月4日に、下七島は、奄美群島に先立って、日本へ返還された。これに伴い、先に、分村手続きを進めていた、三島村と同じ2月10日に、下七島を損益とする、豊島村が、新たに発足した。 分村にした三島村が当初から村外の鹿児島市に村役場を置いているのに対し、都島村は日本へ返還された後も村内の中野島に役場を置いていたが、1956年には鹿児島市への船での移動に時間がかかることなどを理由として三島村と同様村外の鹿児島市へ移転して現在に至っている。1973年には三島村、 豊島村とも揃って、大島市長の管轄を離れ、鹿児島県庁企画ぶり島振興課の直轄地域となったことに伴い所属の軍が、大島軍から鹿児島軍へ変更された。役場が村内にないことで、村の職員は大半が鹿児島市に居住しており村に税収が入らないことや、役場の職員が村民の要望を直に聞く機会が一室しているなどの、 問題点も指摘されており、村に属する島で最大の人口を有し旧豊島村時代に役場を置いていた中野島を、候補地として、役場を再移転する案なども出されているが具体化には、至っていない。2003年に実施された村民アンケートでは、鹿児島が便利なので今のまま53.5%、自分の島以外なら、鹿児島のまま10.8%、 どこの島でも移転に賛成20.8%で過半数の村民が村外の鹿児島市に役場がある現状を支持しているという結果であった。役場が村外にあり選挙管理委員会の所在地も役場と同一であることから村内で執行する選挙は村に属する各党から鹿児島市の役場へフェリーと島で投票箱を運搬するための時間を考慮し、 定例的に通常の期日より3日早い繰り上げ投票が行われる。この措置は、三島村及び三島村に近接する口の選ぶ島でも同様に実施される。ありがとうございます。